こんにちは、ヘケケでございます。はいはいはい、今回はヘケケプレイ2話目でございます。前回は新規勢力として能力オール1武将のみのヘケケを作りまして、そこからゲーム開始。オーラ城から始めて初手で波岡五将包囲、そこから9ヶ月包囲して波岡五将落としました。それから安藤、南部、柿崎から変わる変わる進行を受けながらも、隙をついて檜山城を包囲。この城は1年ほど包囲しまして、なんとか落としております。今回はこの続きからとなります。ちなみに今回の目標と縛りルールはこんな感じ。それでは、早速始めていきますぞい。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ということで、めちゃくちゃ時間がかかっておりますが、なんとか持ち城が3つになりまして、近隣諸国にも対抗できるようになってきたわ。でも勢力が大きくなっても向上スピードは上がらないんだよな。その辺なんとかしたいけど、耐久へのダメージは能力依存なんでなんともならないわねー。できることといえば多方面から包囲するとか国衆で包囲するとかくらいかしら。国衆で包囲した方がダメージ出るとか、本当は合ってるんだよな。まあその辺気にしてもしょうがないのでさっさと進めていくわよ。それで今取った檜山城なんだけど、この城は奥羽山脈西側の防衛をするのにちょうどいい城なので、防御拠点にしておきます。ということで城主を入れるわけですが、侍大将以上が猫2、3しかいないのでとりあえずこいつを投入。あとは出世した大官から、甲状腺向きのやつを数名領主に入れておきます。猫はいるのにみんな組頭だから結局猫財不足なんだよな。そしてまだ制度改新2の政策を発令していないので、こいつも入れときます。で、政策が発令したところで防御拠点に設定。城主は櫓持ちで、さらに聖楼と櫓、材木庫持ちの領主を入れているので、まあそう簡単には落ちないでしょう。聖楼と櫓があれば相当な大軍が来ない限り問題ないな。一応これで西側が落ち着いたので、今度は東側、南部家を潰しに行きます。ということでまず出てきた敵を撃退しまして、あっさり兵力500未満での包囲に成功しました。そっちは良いんだけど、なんか柿崎攻めてきてない？いやこれは柿崎が攻めてきてるんじゃなくて、うちが小部隊で柿崎領の東側を制圧しに行ったら、なぜかあちらさんがうちの領土通ってそれの迎撃に向かってるだけなのよね。こちらを攻めてきてるわけじゃないみたいよ。ただ、この艦敵の城はガラ空きなので、隙をついて包囲できないかと逆進行をかけております。同時にいろいろ起こりすぎてわけがわからんな。この後、出撃してた南部の部隊を撃退しまして、三戸城は完全に包囲態勢に入りました。ここからが長いんだよな。そして柿崎方面、あと少しで包囲のところまで行ったんだけど、大名部隊の到着が遅れて断念。追いかけてきた部隊は倒したものの、兵力を削られすぎて砦を突破できそうになかったので、このまま撤退となりました。序盤の砦は厄介だよな。それから一旦柿崎のことは放っておきまして、部隊を入れ替えながらしばらく三戸城を包囲。そして包囲を始めてから1年半ほど経ったところで、九戸城から敵部隊がやってきたので、こいつを撃退。もうあと少しで落とせるかなってところで、伊達家が攻めてきました。安藤家は港城取られたのか。まあでも防御拠点にしてあるので、特に何も対応することはなく、そのまま甲状腺に突入。1万つけたはずなのに4000の1部隊で始めちゃうんだ。まあ正直櫓と聖楼で固めた城がこの程度の数で落ちるわけはなく、聖楼範囲内で混乱入れて壊滅させまして、無事勝利。この威風で後続の部隊も吹き飛んで、とりあえず伊達の進行は止まりましたとさ。これは早まって一部隊で仕掛けてきたあいつが戦犯だな。そしてこの甲状腺の直後、三戸城が1年10ヶ月の包囲の末陥落。捕らえられていた猫7匹のうち、5匹の解放に成功しました。全員帰ってくるんじゃないのかよ。まあ南部家に良くしてもらった奴もいるんでしょ、知らんけど。ちなみに捕まった大浦さんに名は初段です。猫はそのまま解放。いやあ、城間の距離があって大変だったけど、これでようやく城4つか。で、ちょうど大将が三戸城にいるので、このまま南部最後の城である九戸城に進行しまして。無事、九戸城も兵力500未満での包囲に成功。よし、これ削り切れば南部も終わりだな。
それであとは三の瀬城の部隊で包囲は継続できるので、対象部隊は柿崎に向かおうと思ったんだけど、ちょうど向こうから攻めてきたわ。こいつら国衆の準備ができると攻めてくるみたいだな。で、柿崎の迎撃の前に、こっそり攻めてきてた伊達を攻城戦で撃退。門戸足に来ただけか。柿崎の方は自陣に引き込んで、無事撃退。このまま逆進行をかけまして、3回ほどの合戦も無事勝利。徳山艦もうまいこと兵力500未満で包囲することに成功しました。遠いから包囲するの大変そうだけど、これで柿崎もなんとかなったな。あとは兵糧に気をつけながら包囲を継続するだけね。って思ってたんだけど、気づいたら国衆が勝手に強行してまして、しかも兵力も削り切っていたのでこのまま強行継続。徳山艦はなんと一月ちょっとで落ちましたとさ、一番面倒くさいと思ってたところが、まさかこんなにあっさり落ちるとはな。東洋の方もとりあえずいる猫は全て成功。いない奴がいるのか。ちょっと強めに設定した80番がいなかったわね。多分どっかで死んでるかも。一度も登場せずに退場とは。ちなみにこの艦もこの後も、檜山城はずっと伊達家に攻められているんですが、基本的に全て撃退できているのでこの辺はカットしております。まあ強い重要施設がいくつか設置してあれば、攻城戦で負けることはほぼないよな。それでこの攻城戦の威風で大浦ための部とか強い武将が仕官してくるんだけど、この辺はチラ見せするだけで全て拒否することになります。強いやつ取れないのは悲しいな。それから2年ほど、伊達の攻撃を攻城戦で受けつつ、久野瀬城の包囲を継続したんだけど、南部家が落城寸前で伊達に従属したみたいで、伊達から久野瀬城に援軍が来たので、こいつを迎撃。これも無事撃退しまして。包囲開始からほぼ3年、久野瀬城を攻略、南部家を滅亡させました。3年も包囲してたんだ。東洋の方は、猫は全員成功。そして南部家の16人の武将、彼らは全員処断となりました。いやー、ここまでで8年、めちゃくちゃ時間かかってるな。すべて包囲で落とさないといけないからねー。やっぱり時間かかるわね。あと単純に城間の距離があるのもきつい。やっぱ東北は難易度高めだよな。それから2ヶ月ほど経過したところで、伊達家が侵攻開始。それと同じタイミングでお金が貯まったので、本拠を大浦城から三の瀬城に移しました。この辺はこまめに本拠を移さないときついから移せてよかったよかった。で、これで前線が近くなったので、敵が集まる前に接敵しまして、かっこ迎撃。初戦は無事勝利しまして、さらに前進して降水事情の範囲内で後続と接敵。降水事情から部隊が出てきたことで、3部隊ほど巻き込んでしまいましたが、ここはもうやるしかないので不利を承知で合戦に突入します。これはきついな。兵力が少なすぎて誰も軒口の防衛できないぞ。まあ仰天と混乱のみでなんとかするしかないわね。ということで早速開戦。とりあえず軒口は守りきれないので、一番数の少ない中央の部隊を、仰天プラス攻撃で突破して、向こうの軒口を壊しに行きます。てか右翼の敵前に出てくる感じがしないけどいけるのか？出てきてくれないとアウトかもね。あ、でもなんかいけそうかも。中央部隊のフォローに入ろうとしてるみたいだな。この隙に一気に裏に抜けるわよ。お、裏取れた。でもこっちの軒口壊されて混乱状態だぞ。まずいわね、と思ったけどこっちの混乱ゲージも溜まったわ。これで一応混乱4発分の時間は稼げるか。それだけあればなんとか。よし、間に合った。さすがに2部隊以上の合戦はきついな。極力やりたくないわね。でもこれで敵の進行部隊がいなくなったので、そのまま降水事情の方位に動きまして、まずは城から出てきた部隊を撃退。この後すぐに包囲したんだけど、兵力500未満で包囲というわけにはいかなかったわ。500以上だと包囲中に出てくるから、なんとか大名部隊が近くにいるうちに出撃させて叩きたいな。そんなわけで向こうの兵力がこちらを上回るまで回復すれば出てくるだろうと、一旦包囲を外したら、なんかうまいこと出撃してくれたわ。これはありがたい。
あとはこいつが接敵したところで合戦撃破したんだけど、なんかうまいこと城主を捕まえたので初段。これにて城主なしの城を兵力500未満で包囲することに成功しました。これはすぐに落とせそうだな。ちなみにこの状態での包囲ダメージが一発20ほど、国衆なら30くらい入るので、いつもの2倍から3倍くらいのスピードで落とせるわね。国衆に強行してもらえばもっと早く落とせそうだな。残念ながらこれのプレイ中には強行って考えが完全に抜け落ちていたので、ここはずっと包囲でやってるわね。だいぶこのプレイに毒されてきてる。それで降水事情の包囲、包囲中に一部隊来たものの、これは問題なく撃退。この城は8ヶ月ほどの包囲で無事落とすことができましたとさ。捕らえた猫の投用には残念ながら失敗。修正高いな。というわけで、これで6つ目の城を落としたわけですが、残念ながら、このプレイはこの後積みます。はぁ？ちょっと面倒くさいことになったのよね。この後、この降水事情にはたびたび敵の襲撃が来るんだけど、ああ、防衛しきれなかったのか。いや、防衛自体は問題なくできてたのよ。じゃあなんで積んだんだよ。ここから攻めれなくなったのよね。具体的には兵糧が足りないのよ。まず、三戸城から寺池城まで片道70日。で、ここから降水事情までが40日。兵糧120日だと10日しか包囲できないのか。二打詰将立てたり、小二打大配備の政策で多少は増やせるとはいえ、軍制圧の時間とかを考えるとさすがに厳しいのよね。でも降水事情からは40日なんだろ？それなら降水事情に本拠を移せば問題なさそうだけど。私もそう思って本拠を移そうとしたんだけど、それができなかったのよ。さっき降水事情にはたびたび襲撃が来るって言ったけど、伊達家は持ち城が多いだけあってこの襲撃がほとんど途切れないのよね。頑張って撃退しても本拠部隊が帰還する前に次の襲撃が来るのよ。で、敵の進行先になってる城って、こんな感じで本拠移転できないのよね。籠城中はわかるけど狙われただけでダメなのか。それで敵の襲撃を撃退、本拠部隊帰還、帰還途中で再度敵が進行開始、っていうのを 3、4 回繰り返しまして、多分2、3年何の進展もないまま迎撃だけしてたのかな。さすがに私も我慢の限界を超えましたので、今回のチャレンジはここで終了です。でも西側から攻めたりすればまだやれないことはないと思うけどな。まあ手を尽くせばまだやれることはあると思うんだけど、ここまでの進展の遅さとか、今の猫の編成とか考えると、正直見積もりが甘かった部分が多々あるので、とりあえず一旦ここで仕切り直させていただきます。はい、終わり。はい、ということで、ここまではリハーサルでした。いやー、正直このチャレンジ、ちょっと甘く見てましたね。特性持っとけば楽勝でしょ、と思ってましたが、さすがにそんなことはなかったです。というかモブ猫が予想以上に役に立たねー。そんなわけで、次回からが改めて本番でございます。まあ今回の結果も踏まえて、開始位置や編成などは見直す予定なので、また最初からになりそうですが、よければお付き合いくださいませ。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなど、いただけると励みになりますので、よろしくお願いします。